です。どうも、ひろです。ひろのりです。こんにちは、そばかです。ぬいです。すね。というわけで、合宿でーす。この時間いつもまだみんな起きているじゃないですか。いや、なんなら俺まだ朝なんですけど。そうですね。5時。やば。というわけで、今回はですね、みんなでワイワイ楽しくパジャマ会をやりたいんですが、お、まあ我々ね、もうね、優等生なんで、はい、夜更かしせずに声話したりとか。あ、じゃあ普通に寝るってことですか？寝る。起きると思ってました、勝手に。いや、もう寝ます。いや、寝るんすよ。よっしゃ。全然いいっすよ。寝るんすね、はい。というわけで、今回やりたい企画は、はい、寝たら即帰宅、クイズ、寝たらダメ旅。イエーイ。旅？旅？あの、一応これは僕ら静止してるように感じるけど。これはもう地球レベルで見るね、動いてるんで。宇宙から、宇宙から、宇宙に視聴者いるんかね。外出できない世の中なので、まあ、せめてものね、こう自宅をやっぱこう旅館っぽくすることによって、やっぱ旅と、確かにね、旅と保証させていただきたい。まず今から寝るんですけど、どっちですか？寝る、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 どっち？寝た。あのね、これ究極のディレンマなんですよ。はい、今から皆さんは全力で寝ようとしてください、はい、でも寝たら帰宅してもらいます。ああ、じゃあ目をつぶってちゃんとプチッとする。えー、嫌だそれ。いや、その携帯中とかの没収、携帯、ここの旅館のね、おかみさんっていう人がいるんですけど、はい、あのその人がたまにね、あの夜僕たちが寝てたらそーっとね、クイズを出していきます。なるほど。はい、というわけで、僕が、ゲリラでクイズを出すのですけど、はい、このクイズに寝ていて答えられなかったら即帰宅です。で、クイズで答えられなかったらペナルティー。この6人の中で、回答が、遅かった3人もペナルティーで、このペナルティーはお酒を飲んでいただきます。あ、より眠くなるってこと。やば、ちょっとリア充サークルみたいなことしてるやん。負けたらどうなんですか？一番最初に負けたやつは、寝起きの写真を1週間ツイッター上げてもらいましょうか。いそうだなぁ。そいつが絶対頑張るやろ。違う、1位の人は1位の人。そう、カニ道楽一番いいやつプレゼント。あー、嬉しい嬉しい嬉しい、嬉しいよな、それ。はい、おやすみなさい。じゃあ今からやっていくね。はい、そういうわけで、メイクイットバスボーイズ Go to my home travel。 Oh my god。寝たい募集するなぁ。寝て、マジで本当に持ち物ケースのやつみたいな。おー、ほら、一つ忘れたけど、5位の人は3日間家から一歩も出れない生活。いや、もう無理。はい、じゃあ、いや、全然いいです。はい、それで単位落としたらどうするんですか？むしろ。それじゃあ、おかみさん、おやすみなさい。おやすみなさい。二度とこんはこんな宿。お、全然明るい。寝るなぁ。ネットカルの光で窓も一番寝る。これは寝れる。一番これは寝れるぜ。知らへん男女でこの空間にずっと二人きりでいたらいつ恋が芽生えるのかみたいなやつやってみる。煉瓦さんの思考深夜じゃないですか。いや、実際深夜じゃないけど、深夜けど思考を常に昼夜逆転してるから。じゃあ、氷歌連想ゲームする。お、いいっすね。どんな曲っすか？歌詞を即興で一行言って次の人にバトンを渡すっていう。おお。それ6人で氷歌を完成させるっていう。じゃあ、すんから一小説目歌って、なんか、あ、あーいっす。もう寝る時間だよ。ちょっとクリスマス味がある。クリスマス味があるか。もう寝る時間だよ、プレゼントのためにも。サンタがいる。サンタが迷いるよ。プレゼントのためにも。明日の朝起きたら足元にでかい影が。おほら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 、でかい影、でかい影。おっと、何かが動いてる。あれはまさかまさかのね。おお、引っ張れ引っ張れ。これさあ、何が出てきた？足元に目線を向けて見てみると、この世のものとは思えない、大きな大きなあれがある。さあ、何なんだ、何があった、何があった。伏線回収。回収ですよ、これ。ラストですよ、ラスト。ブー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 言ってるよ、これはみんなのバイブだね。You got some
電源アウトショーって手なかったからえ、席ごといてもいいですか。全然俺はありえ、暗算します。手よ。じゃあログの X の N 乗の全化式取りください。そんな暗算できへんお前、両端挟んで起床からすんなってお前問題。めっちゃいいよ。星野源と新垣結衣が共演し、主人公2人の契約結婚を軸に様々な男女間の社会問題を織り交ぜたラブコメディドラマは何？OK。 略称不可。OK。 OK。 OK。 アドレナリン。ドバドバ。はい、オッケー。はいはい、ですが間違えた。ためになるって書いてあった。じゃあ4位伝言さん、5位花尾さん、6位和賀でお酒飲んでいただきまーす。いや結構俺夢うつつやったね今。え、俺伝言しれって。え、何の酒っすか。何の酒っすか。いつまでこないってたっていうか。バイバイ。マジ、はい、やばい。マジで、おお、いってやばい、寄ってきた。いいね。スマホさんのせいや。いない。問題。 YouTube でチャンネル登録者が増えるともらえる盾、10万人は銀、100万人は金、では1000万人は何の盾？オケ。バツ。うわ、やらかした。バツ。はい。バツ。正解。実はむずいです。これちょっと、あくもちゃんお前ら YouTuber かよ、マジで。普通に申告に間違えた。 YouTuber だな。じゃあ、答え勝ったらよかった。ミスが電話がすん。正解はダイヤモンドです。ダイヤか、マジで知らにしてもらった。だってさ、だって起きたらさ、酒飲まなあかんねん。でも最悪じゃん。まあね、あの、飲ませたくないけど、やっぱ罰ゲームだと思うよね。罰ゲームさ、飲み会としたことしよう。いや、深いやん。酔ってるぞ。これから第3回ですね。みんなの寝顔を見に行ってやろうと思います。問題。インテグラル0から1 x2 乗 dx。
わがくんアウトてか、なんであんないびきかいつら電源が起きてんねん。え、回答しとった？してた、してた。やばいな、マジで。一瞬答え、一瞬で答えてもやばいやけど。皆さんのインテリアって言ったら目覚めるんだよ。はい、ワークの企画でーす。はい、お疲れ様です。バイバーイ。お疲れ様でーす。諦めた。酒を飲むぜ。今さ、今でこの声で楽器弾いてんのにさ、マコの時だけ起きんの、マコのこと好きなの。え、てか、え、デカさん、今じゃあ、仮問題ちょっと出してみたら起きるのかな。ドッキリや、ドッキリや。振りで問題。日本で2番目に面積の大きい都道府県はどこ。普通に言うてんの。待って、普通に知らないですよ。正解、よし。ほんまにこいつキモいって、マジでやばい、こいつキモいおかしいって、ほんまこれおい、アホを晒してるぞ。寄ってんじゃん。結構恥ずかしいぞこれ。関係ない記者さんでアホ晒してるから、これ結構恥ずかしくない、これ。全然どこ、残念、残念。こっちも、え、広場さんわかんないですか。わかんないです。あれ正解、残念。またさっきやる。念願きしょいな。しよかった。しかも一発正解。全顔しか俺より早い。俺が出す。俺が身構えてんのに俺より早い。おかしい。どういうこと？どういうこと？正解。イエイ。プレイ。はい。了解。というわけでのがいい。もう一発。死ぬな。こいつ実は最強説あるな。なんかそんな気がする。これで負ける気がしなくない？だってこれもはや全顔。問題。1たす1は。え、しないでよ。もういいよ、じゃあ見ない。もういいよ、じゃあ見ない。問題、1たす1は。怖い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 。こいつなんかさ、ひらけん5万あるみたいな感じで、古代の遺跡みたいな。はぁ、勝てる気せんな俺こいつに。ひろまるさんアウトでーす。うえあーえ出てまーす。おはようございます。え、ひろまる寝てた。えあ、まあ、そういうことっすね。おはようございます。おはようございます。あ、そうか、今撮影してました。今してましたじゃなくて、しています。あのね、シンプルにちょっと眠いっすね、もうそろそろ。さっきまでみんな起き上がってたけど、もう起き上がってすらない。ちょっと起き上がれないっすよ。ひろまるさん、ちょっと羨ましいな。やばー、もっと合宿したかったな、みんなと。嬉しいな、3日間。
社会と 俺のバトルでもあるこれ。逆に寝てる俺たちの方がまあ勝てるまである。そうだね、こっちの方が体力の限界近い。こいつ倒れた。いや大阪のおばちゃん倒した。完全勝利、嬉しい。おい天眼、お前もう旅館から出てけよ。お前もうっさいな。おいガチでキレられたよ、大阪のおばちゃんに。俺だってな、声張りたくて張ってんちゃうねん。動画回ってんねん。うっさいわ。おいわ、なんであんな反応できたんですか。聞こえてたんですか。聞こえてる、聞こえてる。寝てたって寝てたっけ。寝てた、寝てた。怖っ。今のは全く気づかなかった。二度とこんこの旅館。俺は二度とこんぞこの旅館。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いい夢見ろよ。棚尾さんなら勝てそう。いや、わかる。いや、俺もノエリーなら俺負けそうっていう今思いがあるんだって。今ラストボスやっぱ倒せたんで。スキートーンとかなんかそんな年齢差で勝てんかな。次じゃんな、もうスキートーン鳴らしてそれで聞こえたらあげるけど、それよくない。俺にしたら頑張った。全然聞こえる。というわけで残るは僕とノエリー2人なんですけど、社会不適合者すぎて、これはちょっとなかなか決着がつきづらいということで、ちょっとワンランク上の難易度で、まあ、やっていきたいと思います。でルールなんですけど、まあ、モスキートーンをランダムな時間に流してもらって、まあ、聞こえたら手を挙げる、それだけ。まあどっちが先に気づけなくなるか、これだけ勝負を決めたいと思います。じゃあおやすみなさーい。はい、おやすみなさーい。チェックアウト延長で。
帰ろう。さよなら。マジで気づかなかった。何も起きた。マジか。早すぎ。全然寝てなかった。もう全然起きてました。もう逆に目つぶったことによって、もう聴力全振りみたいな。来てて、もはや。やった、帰れる。おやすみなさーい。おめでとう。